歌舞伎は、かつて刊行されていた、日本の演劇雑誌。これまでに同じ名前を持つ雑誌が3種発刊された。第2次、歌舞伎の創刊号。三代目歌舞伎座の鳳凰像が描かれている。1900年、安田善之助の資金提供のもと、伊原聖聖園と、三木武次が創刊。後に、伊原聖聖園は、外部での活動が増え、 武次が一人で編集を担当するようになった。1897年に廃刊になった歌舞伎新報の流れを組みながらも、それまでの激痛によるともすれば趣味的な弊害に陥りがちの使命を脱却しようとした結果、研究士としての側面が強い雑誌となった。明治末期、歌舞伎界で醸成しつつあった芸の伝承に対しての危機感に応える形で、 武寺らは、史上での方の記録に奔走し、歌舞伎の伝統保持に大きな功績を残したなどと評価される。またその一方で武寺の兄である、森王外が、海外の戯曲の解説記事を重点的に寄稿、ベーデ・キントやメーテル・リンクラ西洋の作家の作品を紹介したため、進撃、心配も多大な影響を与えた。1908年に、 三木武次が死去した後は、伊原生成園が編集を引き継いだが、1915年、休刊全175冊、半径は、菊版、定価は、総関字10戦。藤田多によれば、あまり知られてはないながら第一次と第二次の間にも、伊原生成園の許諾を取ったという小冊子、歌舞伎が刊行されていたことがあったという。 藤田が1号しか確認できていないとする。その総刊号には、岡北郎の橋書きや吉井佐村の祝辞があり、発行所は銀座の上方屋となっていた。1925年5月に総刊。編集は当初、吉田照次が務め、後に田中正に変わった。同年1月に再開場した歌舞伎座内に発行所が置かれ、刊末には座席表が付くなど、 劇場の宣伝士としての役割を担っていた。特に総監号には、松竹合名者名義の関東ことに並んで、舞台の人の五月工業の舞台装置、建物紹介、文化人からの歌舞伎座に対する希望、歌舞伎座で見たい狂言、歌舞伎座の社員一覧といった記事が掲載された。その後無覚号はその月の歌舞伎座の演目についての紹介、解説及び、 交渉記事が中心になっており、劇表も独自のものではなく、新聞各紙に掲載されたものを再収録する形式をとっていた。歌舞伎出版部は歌舞伎の創刊から1年後、研究雑誌として歌舞伎研究を創刊させ、校舎が1928年に廃刊となるまで2誌が並行して刊行されていた。歌舞伎は歌舞伎研究に遅れること2年。 1930年6月に廃刊した。全50冊、半径は、菊版、定価は30銭だった。1968年7月、小畜演劇部発行の期間雑誌として、古典歌舞伎の保存、進行及び新歌舞伎の育成を目的に掲げ創刊。前年、取締役となった、長山武臣の意向で発刊が決まり、自身が発行人に、 編集長にはもともと演劇界出身の野口達治がついた。大事は尾崎紅葉室の第一次、歌舞伎の総刊号のものをそのまま使用、第一巻の記事の中でも第三次の復刊であることが明記された。迷子特集に重点を置く編集で、歌舞伎再建、俳優の芸団、座談会、評論、研究や新作の戯曲などが掲載されたが、 創刊から10年後の1978年、10巻4号を持って完結習刊した。長山武臣によれば、定価と発行部数は、創刊号が500円で5000部、32号が1300円で3000部と推移したという、本誌40冊、別冊を含め、全50冊、半径は A5 半。なお、年間購読者には、 1> 年一回歌舞伎座の本工業へモニターとして招待される特典があった。第一次から第三次の歌舞伎に加え、歌舞伎学会の学会誌である歌舞伎研究と批評も同盟雑誌として扱われることがある。同誌は1987年に演劇学会内の文化会から誕生した歌舞伎学会が翌年の8月に創刊した学術雑誌であり、特集、批評、 研究の3つが内容の中核を成しているが、資料の永遠や本国なども掲載されることがある。当初リブロポートから、現在は小山閣から年2回観光されている。半径は A5 半で、総漢字の定価は1800円。ありがとうございます。